おはようございます。今日はちょっと遠出をして熊野市のですね七里御浜海岸にやってきました。伊勢湾内がですね、まあやればキスはたくさん釣れるみたいなんですけど、ちょっとサイズが小さいなということで、まあサイズアップを狙ってというかですね、久しぶりに七里御浜やってきたんですけどね、ちょっとね朝一はカワハギ狙ってやってみたいなと思ってます。ちょっとやってみますね。さあとりあえず久しぶりですね、一度見てみます。七里御浜海岸ってあの鬼ヶ城のところからずっと鵜殿港まで20キロぐらいかな、こういう感じの砂利浜が続いてるんですけどね、まあ、まともにこの熊野灘に面してて、まあ、今日はねこんなぐらいの波だからまあ全然釣り OK なんですけど、ちょっとやっぱり波が高い日だともう釣りになんない日が多いですけどね。ちょうどねこの辺は沖に背があるもんで、磯魚というかね、あのマダイとかクロダイとかコロダイとか、まあ、結構釣れるポイントだと思うんですけどね、まあキスはちょっと少ないのかなとは思ってるんですけど、カワハギがねちょいちょい釣れるもんで、カワハギ釣れないかなと思ってマムシの餌つけて掘り込んでみました。いいんや、餌何にも残ってないやん。虫がいるんですよね、ここね。なんかちっちゃな魚のあたりはあったけど、針にはかかってないな。あ、針なくなっとるな。フグか、あの当たったのは。なんか当たったと思ったら針なくなっとるね。フグでしたね。七里御浜こんだけだだっ広いもんでポイントが絞りにくいんですけどね、その主だったポイントっていうか、まあ、あの目安としてね、河口の近くっていうのは結構人気がある、人気があることないな。あっちは全然おらんな。星山が一番人気ですね。まあまあ危ないほどじゃないけど、まあまあの波やな。ここね、今日みたいにこの浜が急激に深くなってる時は大丈夫なんですけどね、あの大荒れの後とかはこう浜がなだらかになってしまっててですね、波打ち際まで近寄れないような時あるんですけど、そうするとこの道糸がたるんでしまうとね、あのこの砂利に噛んで高切れっていうのがよくっていうか、まあ気をつけてないとあるもんでね、そこは気をつけた方がいいですね。だからあの荒れた後のこの今はね、浜が割とこう急に深くなってね、うわこうやってね波に叩かれるんですよね。残っとるけど餌は綺麗さっぱりなくなっとるな。まあでも釣れるんやったらもう釣れとるやろでな。1時間やって釣れんちゅうことはこれ釣れんのやな今日はきっとね。次行きましょうか。次
ちょっとね、久しぶりにこの星山のちょっと南のあの磯物ポイントっていうかね、そこでカワハギいないかなと思ってやってみたんですけど、いませんでした。いないのか、いもつらんのかわからんけど、ちょっとまああんまり長いこと粘らずに欄干しながら魚探していこうと思います。とりあえずね、中野茶屋ぐらいでキスいないか見てみようかなと思ってんですけどね。まあ行ってみます。はい、ちょっと移動してきました。もう一回やります。中野茶屋でもですね、数頭してみたんですけれども、どうもキスは不在のようですね。はい、今ね、あの鬼ヶ城西口のケイソン、あの通称木の本湖っていうかな、の上に来てます。こちら鬼ヶ城ですね。鬼ヶ城ね、あの遊歩道があって、あの向こうが鬼ヶ城センターの方までぐるっと一周歩いていけるように、あの険しいところはあやって、ちょっと見にくいかな、手すりとか階段ついてるもんでね、普通にあのスニーカーとかであの観光客の人が行けるようにできてるもんで、まああの磯釣り入門というか、ちょっと磯釣り感覚を味わいたいような人にはいいんじゃないですかね。僕もずいぶん昔にね、あの水谷っていうかな、あの向こうの2つ目の出っ張りかな、あそこでね投げてて大きなマオチ釣ったりしたことあったんですけどね、今はどこにでもルアーマンが陣取ってるようです。なんかやっぱ回るんでしょうね。まあね、足元からドーンって水深あるもんでね、いいんじゃないですかね。この手前に入ってるテトラも超巨大ですからね。まあここへはとてもじゃないけど降りていけないけど、多分この間を狙うとガシとかそんなんがいっぱいいるとは思うんですけどね。まあで、肝心の釣りの方は何にも当たりませんね。どうなってんのかなっていうぐらい、ちょっとここで様子見て、ダメならアタシカあたりに行ってみましょうかね。アタシカの海岸です。久しぶりですね。めっちゃ綺麗やな。なんかボラが乱舞しとるけど、キスはいないかな、どうかな。よし、どこら辺で釣れるのか分かんないけど、ちょっとまああんまり遠くないところに投げてみましょうか。ちょっとね、風が吹いてきだしたから音が吹けてやりにくいな。ここがアタシカの港で、向こうがユキの港ですね。あれ、なんとか行くわっていうのかな。まあ、綺麗だこと。それだけでも来たかいあったな。全く当たらんね。困ったもんやな。ちょっともうちょっと遠くへ投げてみないかな。ちょっと前にサップかなんかやってきたもんでね、移動してきてみました。よし、さっきねすれ違った先客の人に聞いたら、朝の4時半からやってたけどダメでした言ってましたね。今日はいないんかな。困りましたね。キスどこにもいないじゃない。ここにおらんなら三草と行っても一緒だろうな。
最後の砦は尾鷲港かな。尾鷲港のキスもちょっとぐらい大きくなってないやろか。なんかものすごくちっちゃい当たりが1個あったような気がしたんやけどな。ピンギスよりもさらに小さいような。何これ。なんで。イラのちっちゃいやつかなこれ。寝落ちと。もう。魚は釣れたけど。キスじゃなかったね。ネゴチはまあ想定ないかもしれないけど、あんな小型のイラって。ネゴチ。ここはメゴチしかおらんね。ちょっと望み薄だもんで、ね、また移動します。はい、さっきまでねアタしかいたんですけど、あまりにも釣れないもんでね、三木里とか三木浦見て歩いたんですけどね、三木里は浜で遊んでる人がいっぱいだったもんで、ちょっと竿出しはやめました。三木浦はねやっぱり前は結構あっちこっち釣りできたんですけど、釣り禁止になってるところが多くて、まあちょっともうやめといて大島まで戻ってきてみました。ここでダメな撤収かな。浮いてますね。これそうやけどさ、伊勢湾の中で釣るのと一緒のサイズじゃない。あっちこっち走り回ってようやく魚が釣れましたね。やな、ずいぶん走り回りましたね。ああ当たるんやな。そうか、わせっこ硬いな。当たりますよ。伊勢湾で釣るやつと一緒やわ。釣れども釣れどもちょっとマシやんか。はあ、ちょっとねさっきまで大汗にいたんですけどね、全然釣れなかったもんで、ちょっと晩のおかずを取りにいつものところにやってきました。餌も残っとったしね。ちょっとどんな具合か様子見てみましょうか。さっきのアタシカあたりとね同じ海とは思えんぐらい汚いですね。ねえ、信じられんぐらい濁ってます。あのアタシカは綺麗やったな。ただ魚はいなかったですね。うわー2匹やけどちっちゃい。さっきまでのよりはやっぱりさらに小さいな。もうなんか当たったり当たんなかったりだもんで、もう終わりにしますね。最後までご視聴ありがとうございました。
かくねサイズを求めてあの熊野まで行ってきてみたんですけどね、サイズアップするどころかキスの姿を見るのがやっとというかね、まあ熊野では何も当たらず寝落ちだけかな。で尾鷲まで戻ってきてやっとキスの当たりあったけど、結局はサイズ的にもこの辺で釣るのとそう変わんないようなキスでしたんでね、まあ最後ちょっとおかずが足んなかったもんで、家の近くに来ておかずだけちょっと追加してたんですけどね、まあ、結局ですねキスを釣りたかったら伊勢湾の中が一番ということですかね。参りましたね。まあまたねそのうち外海の方も良くなってくるでしょうからね、また情報を集めて様子見に行ってみたいと思いますんでね、また見に来てください。それじゃあ今回はどうも最後までご視聴ありがとうございました。いつも言ってますけど、よかったらチャンネル登録と高評価ボタンの方もしていただけるとありがたいです。それではまたよろしく。